1年目からね、自己最多の26得点で得点を取れなければ、俺は終わった選手なんだって納得しないといけない。フォワードとして一番大切なことって香川も本当必要だよ。ワールドカップ初戦のコートジボワール逆転負け、そうですね、一つに慣れてなかったかもしれないですね。2013年にね、5年半在籍したヴィッセルから川崎フロンターレに移籍、この移籍すごく大きかったと思うんだけど、これ移籍の決め手は何だった？さっきと一緒で、1年契約残ってたんですけど、もうよしはダメだと、もう終わった選手だって言われて、いらないって言われたので出て行ってほしいと。はい、そうなったらもう日本ではもうやりたくないと。だから韓国だったり中国だったりそっち側でちょっとやってみたいなって言って、でそっちのオファー待ってた時に川崎からオファー来たけどって代理人からで明日まで決めてくれって言ってるんでって言って。どうしようみたいな、やっぱ韓国とか中国を行きたいと、嫁さんが「あんたそんなん知ってたら韓国プロレスっていうのは今までやってきたのに忘れられるよ」って「確かに忘れられるな」と、そしたら「行くわ」って言ってフロンターレ行きました。早いねまあ1日しかないからね。はい、そうなんですよ。え、その時になんか連絡はあったりしたの？誰かから健吾とか話したりとかして。いや全然もう自分でもう健吾さんは代表でしか知らなかったから、連絡先も知らないとかで、フロンターレはその他は知ってる人もいなかったんです。じゃあ全く情報ない中でフロンターレに行くか行かないかっていうだけで決めたってこと？そういうことで、奥様の一言で「そうです、あんた忘れられるよ、行こう」って。そう本当それだけですよ。で1年目からね、自己最多の26得点で得点王、これ中村憲剛の存在大きかったでしょ？自分のプレーのことを知ってたから、唯一イナさんと、だからこう生かし方が分かっていると、あとはチームのこのやり方っていうのは風間さんになって、向いてる方向が一緒やったんですよ、だから俺たちは負けてもこういうサッカーをするんだ、つらうんだっていう。のをやってたんで、それも大きかったですね。風間さんすごいな、やっぱり攻撃の選手からすればどんどんつなぐし、すごくやりがいがあったというか、サッカーこうよりなんか楽しくなった。だから風間さん的にはこう人それぞれフリーの定義が違うっていうんですよ、手でこうやって触られててもフリーって思うやつはフリー、で1メートル離れててもフリー、それがフリーって思うやつもフリー、だけどこうそのボールによって目線が変わるからみたいな、ディフェンスの目線が変わるから、その目線が変わった時が一番チャンスだっていうのをよく言ってて、だからこの遊び玉っていうのが一番大事になってくる、だからフロンターレそれがめちゃくちゃ多かったんですよ。なるほどね。やっぱフォワードってまあ自分は特にボール触らないとリズムができないじゃないですか、だからそれと当ててくれれば、ディフェンスが来なければターンしてミドルシュート打つし、ディフェンスが来たらトンって落としてその裏を狙うし、確かにね、また3人目でもらったりね。そうなんですよ。だからそのねサッカーっていうのは深いし楽しいなって。でね、 J リーグでこう活躍してまたブラジルワールドカップサプライズで選出されるわけじゃない。発表これはどこで見てた？そして入ると思ってた？いや全く思ってなくて。大久保嘉人入れろっていう声はあったじゃん。そう、あの時あったんですよ。だけどそれまで親善試合とかも一回も選ばれてなかったんで、あ、もうここまで来たら多分貫き通して選ばれないんだろうな。得点王なのに、まあでも得点王でもこう、まあ、日本だしっていう、なんかこっちはそういう気持ちがあったから選ばれないだろうなとは思ってましたね。でもあの時にさ、嘉人と、もちろん川崎のサッカーってのもあったと思うんだけど、健吾とセットでね。いや、それが最高でしたね。だって自信あったでしょ、それだって。いや、あったんですよ。健吾さんもそうやってあったと思うし、よりこう脅威になったと思うし、自分はもっとこう生きたでしょうね。もちろんね、他の選ばれた選手がいい悪いって話じゃなくて、やっぱあそこの健吾と嘉人のコンビっていうのはこれは武器になるだろうなと思ってたから、ちょっとね残念だったけど。でワールドカップ初戦のコートジボワール、これまあ逆転負け。そうですね。チームの状態どうなってたの？やっぱ先制した時は、これいけるんじゃないかなっていうモードあったけど、やっぱ点取られてからね、すごいガクってなったんですよ。ザッケローニも、交代、俺交代で出ようと、まだ 1-1 だったんですけど、行こうってなった時に僕はドログバ入れてきたんですよ。ドログバ入れてきて一緒にこう入れるかなと思ったらちょっと待ったんですよ、ドログバが入ってきたから。でもその待った何分後にはもう入れられたから、あそこで入れといた方が良かったのかなみたいな感じで周りもこう言ってましたし、ちょっと受けに回っちゃったよね。そうなんですよ、回っちゃって。なるほど、そんな駆け引きがあったんだね。ありましたね。でギリシャに引き分け、でコロンビアに負けて、まあグループリーグ敗退と。これ南アフリカの時と比較して何かチームの差みたいなものある？やっぱりね、個人の能力ってとこではブラジルの方がすごい、みんなやっぱあった。こう旬なこの今が脂乗ってる新次とかもそうやし、長友もいたし、もうみんながこう最高の状態。けどこうなんかね、一つに慣れてなかったかもしれないですね。この2度のねワールドカップ経験して、まあ大久保嘉人というサッカー選手が得たものは何かある？まあ親善試合とワールドカップ、本ちゃんではやっぱり。違うじゃないですか。こっちは本気でやっぱり来るから、ね、うん、本気でやられると日本はまだまだかなわないんだろうなっていうのを分かったっていうかね。やっぱギアがその言うように1個2個上がるみたいな、本当に大会で上がるし、さらに決勝トーナメントに行くとさらに上がる。そうなんですよ。で、まあ、J リーグだよね、もう史上初の3年連続得点王、これはもうねカットしたい内容なんですよ。一番ダメ。あ、一番ダメ。ここ一番盛り上がるところ。ここがもう一番面白いですから。あれだけね得点量産できたんだけど、これ理由は何？自分は間違ってなかったんだっていうね、こう得点へのこのこだわりっていうか。フロンターレに最初に13年に移籍した時に点を取れなければ俺は終わった選手なんだって納得しないといけない。けどそれはまだ絶対俺はできるっていう自信があったんで、最初に移籍した時に点が取れたことでこう蘇ってきたっていうか、これはいけるぞみたいな。でしかもこういうサッカーをして、下がったらディフェンスはついてくるな、そしたらレナトが入れるなとか、誰かがあそこ入れるな、そのままゴールに行ければそれはいいんですけど、行けなかった時にこの自分がゴール前に戻れる時間がやっぱできるわけですよ。その時にはもうセンターバックはボールをこう見ちゃってるから、ボールウォッチャーになってるから自分の動きは最後まで見切れないんですよ。それが視線が変わるってことね。そういうことなんですよ。でそこでボールを蹴る瞬間に自分はもうディフェンスは自分のことを目に入ってないから、フリーになってる。そう、フリーになってる。でこの辺に来たら絶対点取れるなっていうところに入ったらボールが来るっていうか、それのね繰り返しだったんですよ。じゃあ結構点取るの簡単だったんだ。もうだからめちゃくちゃ簡単でしょ。3年の時開幕戦で12週の肉離れをしたんです。休めと言われたんですけど、いやもう大丈夫、このサッカーだったら歩きながらでも点取れるから歩きながらでも点取れるって言って、でもそれで練習は2日間か3日休んだんです。だけどその次の試合はもう全部休まず、試合は休まず出てるんですよ。でも良くなったのが夏、開幕戦でなって夏に良くなったんですけど、それまでに俺14点取ってますから。マジで？でもね、そんな3年連続得点を取った後に17年 FC 東京に移籍するでしょ。これなんで移籍したの？2年得点を取った時連続、その時に1回オファー来たんです。 FC 東京から来た。その時はやっぱその妻が行ってほしくないから、健吾さんとか、大島亮太とか、いろいろな選手を呼んで、俺を説得してくれと。まあその時は別に3年連続っていうのを取りたかったんで、100% 移籍するって思って、もう自分の中でなかった。もう残るって思ってた。でそこで残るわって残るを決めたんですよ。2年後また来たでしょ。その時はもう。奥さんには言わなかったんですよ。絶対また止められるから言わなきゃいけないまで言わなかったんですよ。でハンコを押す1時間前に「ちょっと今からハンコをしてくるわ」って「え本当に行くのみたいな、やめてって言って、ですぐ健吾さんに電話して、健吾さんが俺に電話がしてで、お前マジ行くのやめろお前。電話あって、もう健吾さんも今から俺ハンコ押しますって言って、もうハンコもう押す、もう約束してるんで、ちょっと行ってきますわって言って、エースと行ったんですけど。なんで移籍したの？それはね、こう残った方がそれはもう安泰ですよ。安泰。けどもともと自分は活躍してね、同じところにずっと入れなかったっていうか、このまま王様のままいたくないんですよ。なるほど。だからこう移籍してまたチームによってカラーが違うじゃないですか、やり方のサッカーも違うし、そういうのをいろいろこう見て、で自分の足りないとこを知りたい、でもっと自分を良くしたいっていうのがこう自分の中にあって。チャレンジしたかったんだ。チャレンジしたかったんですよ。今後輩たちが海外にチャレンジしてて、マジョルカでもね、久保建英選手がまあ活躍するしてるけど、どう見てる？自分も行ったマジョルカでね、しかも自分がつけた17番つけてるから。そうだね。そうなんですよ。なんか見てると、ああ俺もやってたなみたいな。けどやっぱうまいから久保君は。あ、やっぱりそれはよしとから見てもうまい。全然はやっぱ中心選手になってるし。あそこで中心選手になれてんだ、すごいなっていう。自分はそこまでなれなかった。点はもうそんなに取れてないし、まあ自分はダメだって思って帰ってきた分際だから、あそこで久保君は中心としてやってるっていうのは本当すごいなと思うし、羨ましいなって。自分ももう一回戻れたら、まあそういう感じでなりたいなと思う。でね、2018年フロンターレに復帰して、19年にジュビロ、で20年にヴェルディ、で2021年にはセレッソで、開幕から5試合連続、5試合で5ゴールか。5試合で5ゴール、あれすごかったよね。セレッソに行く時はめちゃくちゃ批判されて、なんでこの若い選手をレンタルとか完全で移籍させて年寄りを取るんだ、よしを結果も出してない、J2 でも点も取ってないのに取るんだっていうのもやっぱ耳に入ってくるから、絶対やってやるって気持ちで覚悟を持って戻りましたね。すんげえ吠えてたじゃん。いやもうね、デビュー戦、18歳のデビュー戦より嬉しかったかもしれない。あ、そう。はい。取れたっていう、なんかこう、しかもそれも長いだったんで、昔のこの映像もこう出てくるし、それと今のこのちょっと年いった自分も出てくるしみたいな、相当嬉しかった。でまあそこでこう最後ね、古巣でプレーをして引退するわけでしょう。やめようって思ったの、ただそれだけ？本当にそれだけですね。まあ全然やれましたもん。チームも全然やれって言ってたし、でその時は「やりますわ」っていう感じで言ってたんですよ。だけど急にイメージ湧かなかったの？なんか湧かなかったですね。こう波ってね、やっぱ波あったんですか、こうやっぱやめよう、あでもやっぱやりたいってこう波が。あ、俺はなかったんだけど、俺心臓がほらもう問題があって、いや俺はもう波があったから、ここで言わないと来年、もう来年やらないといけなくなる。だからもう今だ、もう早く言えと思って、で最初妻に言って「本当にそれでいいの？」って言ってたから「でももういい、やめるやめる」って言って、次の日にもうチームに言って。その波がさ、こう戻ってくることはなかった？いやもうね、言った後になかったんですよ。じゃあそれ最後の波だったんだね。かも。なんかね、すげえすっきりしてプレーがめちゃくちゃ良くなったんですよ。そこからもうね、若い選手だって走れるようになったし。あ、そうで、そっからずっと最後までスタメンでしたから。コンディションも上がって。そう、コンディションもなんか上がって、やっぱすごいものをこう背負ったんだろうなっていうのもあったし、やっぱメンタルって大事だなっていうのも。で J リーグね、最多の、まあ、191ゴール、で大久保嘉人が考えるフォワードとして一番大切なことって何？メンタルが一番大事かな。それはやっぱり自信を持つこと？自信を持つこともそうですし、やっぱいい時もあれば悪い時には多分フォワード多いじゃないですか、点が取れない、1試合取れなきゃ言われますから、その時にどうメンタルをこう整えて、次に挑む。でも次は絶対点を取らないといけないんですから、どう整えてたの？自分は俺はもうやれるって自分言い聞かせる、言い聞かせる、はい、でかいこと言う、そうです、でかいことを言ったりとか、うん、本当にダメだと今日は本当にでかいこと言って「岸さんこれ絶対書いてください」うん、そうすると俺にめちゃくちゃな批判の文化入ってくるから、うん、そうすると自分は燃え上がるから自分で油かぶって火つけるんだね、はい、でもダメな時はとことん落とされますからね。まあそうだね、はい、だけどそれを覚悟で、でもそういう時は絶対点取ってるんですよ。じゃあ覚悟が必要だね。覚悟はもう本当に必要だね。わあ、そうですね。なんかかっこいいこと言うねすっごいかっこいいこと言うね、最後の方で。そうでしょ。で通算ねイエロー104枚、はい、一番謝りたい人っている？いや、やっぱ審判に謝りたいですよ俺。こうサッカーやめて審判を見るとうわ難しいだろうなとか、そうね、めちゃくちゃ思う。選手辞めると余計思うし、ね、思いますね、うん、今はもうプロの人が多いかもしれないけどね、うん、昔なんか仕事しながらとかの人もおったから、そんな人たちに俺はなんてことを言ってたんだとカメラありますよ、本当にすいませんでした最後に、はい、こう今日本代表はね、はい、得点力不足みたいな感じで言われてるんだけど、はいはい、J リーグでね一番点取ってるよしとから見て、うん、こういうところがフォワード日本のサッカー界の中で変わっていった方がいいんじゃないかなって思うところある？もっと個の力っていうのを出した方がいいかもしれない。今のサッカーって変わってるじゃないですか、ポジショナルプレーで間に立つ、でディフェンスをどう引き出すかっていう、でも、ね、ディフェンスがその時引き出てこない時があるじゃないですか、うん、もう研究してブロックを組むだけ、そしたらやっぱちょっとした寄ったりとか、こうみんながこう入れ替わったりとかするだけでディフェンスはやっぱ変わってくるんですよね。でそういうのもない、ずっと見てやってるだけなんで、やっぱチャンスも作れないし、やっぱチャンスの数が少ないから得点力不足って当たり前です。確かにね、 J2 に落ちるチームなんか得点力不足で外人を取ったりするんですけど、外人を取ったところで変わんないんですよ。その分攻めれてないから、チャンスを作れてないから。そういうことね。そうだから一応本当にプロになってるんで、シュートが相当下手なやつとかいないんですよ。それだけチャンスを作れれば絶対得点力不足は解消されるから。そう、日本は本当に今うまいんですよ、崩すとかもうまいですけど、最後ゴールに向かう力っていうのがちょっと弱いかもしれないなっていうのは、迫力がないなって。ゴールに向かう力ね。そうですよ。だから中に大迫を一人だけで、大迫がこうちょっとヘディングとかもちょっとそらしたら誰もいないと。そうじゃなくてあそこに3人4人入っとけば、1人が大阪がダメだったとしても次のやつが詰めれるとかがあるから、そういうのがなかなか見れないなっていうのは、ワクワクはまだしないですよね。それはチームの戦術じゃなくて、個人の戦術として行っていいところがあるんじゃないかとかっていう話。本当に個人の話。なるほどね。ああ面白い。ということでですね、もう今日はもう2時間ぎっちり喋っていただきましたけれども、まあ大久保嘉人さんのサッカー人生を振り返っていただきました。ご自身のサッカー人生振り返ってみていかがですか？いやー、すごいこう濃いサッカー人生でしたね、いろいろ。まあ自分はこうめちゃくちゃ批判されたから、それをこう受け入れながら、まあ自分がね巻いてるんで仕方ないな。でもサッカーなんで、やっぱ人とやっぱ違うことで魅了させないといけないっていう気持ちもあったし、まあそれをこうやりがいとして、こう自分をこう自分の名前をここまでねこう知ってもらえるようになったんで、最高のサッカー人生でしたね。やっぱすごくね魅力のある選手だったって、それはいい方にも触れれば、時々ね批判の的になってしまうこともあったけど、やっぱね多くの人が大久保嘉人のサッカー人生聞きたいって声が多かったんで、今日はねもう本当に面白い回になりました。ありがとうございます。本当にもうこれからもねサッカー界もそうですけれども、なんかファミリーでね売ってっていくみたいなね。まあそうですね、ビッグダディとしてねご活躍されるところも祈りながら、はい、またこれからのサッカー界の発展に貢献していただけたら嬉しいなと思います。はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。